映画でプレステージってあった、ありました、ありました、ありました、はい、あれもやっぱり消したものは出さないといけないっていう、そういう話から始まりました。やっぱなんか亡くなるって多分現象不思議だけど、やっぱ寂しい感じ、嬉しいっていう感じはなくなるのか、まあその不思議ですごいで、まあ嬉しいになることもあるかもだけど、どっちかというとやっぱ増えたりや、あとなんかねちょっと違うかもしれないですけど、前田さんが昔おっしゃってたのが、元の状態に戻さないとお客さん気持ちが悪いんだよ。じゃあ消してもいいだけど、その後に戻した方がいい、あの前田さんが破カードを破く、はいはいはい、でちょっと戻すじゃないですか、はい、あれは破いたままで終わるとお客さんが気持ち悪いんです。ちょっと戻すとお客さんが納得して終わった感を、満足を得られるっておっしゃってました、ね、それって実際はそこまで考えてないけど、人間がこう自然とそう思ってるというか、そうなんですよね、そこ深く考えたことなかったです、ね、僕もないです。前田さんがずっと、もう一日も何時間もずっと毎日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 ねやってて、その中でこう得た感覚だと思うんですけど、おっしゃる本当に重みがありました。たまになんかカード破くマジック使えると、やっぱもったいないってお客さんいますよね、やっぱそれってその後戻ることでなんかホッとするんですかね、だから僕もお客さん顔色に来て、えっていう方がいらっしゃったかな、大丈夫ですよ、これ後で戻りますから、必ず一言言ってる言うんです。その心理というか、そういうことで勉強になりますね。やっぱそう考えると、消えるよりも増えるとか、消えても戻るっていうのって大事かもしれない。お客さんのね、より満足を大きくして、ね、していただくには、そうですね。けどなんかマジシャン視点だと、消すことの不思議がそう、どうだって思いますよね。なるてる人もいるかもしれないし、分からずにね、ね、でもちろんこっちもマジック見てて消えることがすげえってなることもあるから、マジシャン視点だとそうなんですけど、消えるってお客様は探したくなるんです。どこに消えたの、で出てきたのはどこから出てきたのもあるけれども、出てきたからまあいいやって、もういいやってね、納得しちゃうんですね。それなるらしいですよ。これは深いね。なんかね、そういうマジックの心理があるらしいです、みんなしてコイン消してたでしょ、みんなしてコイン消してね、ずーっと消してたでしょ、みんな誰かで食らう、はい、どうですかね、皆さん見てる人もね、そう、うーんってなってるかもね、というね、心理があるというふうに聞いたことがあります。やるとき僕言ったみたいですけど、僕言ったみたいに、いや、これはなんか久しぶりに考えさせられるね、いい話もありますよ、マジックの中に、ね、なんかどうもさ、マジックの現象だけをなんかこう単発で見ちゃう、ね、そうそう、マジシャンだからね、消えたらすごいとか、そうやる方はそうなんですけどね、お客さんの心理はやっぱり考えてあげないと、相手を、ね、喜ばせるのがマジックですからね。お札とかお金もだから増えたいよね。そうですよね。増やしたいよね。はい。勉強になりました。勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。